お前ら、バカだな。店のキリトレも飲みやがって。何考えてんだよ。もう、こいつは付き合っていけねえよ、バカらしくて。いいこと悪いこと、なんでやんか言ってもわからねえんだよ。もういい加減にしてくんねえか。ちょっと収まったなと思ったらまたこれだよ。俺ももう呆れて付き合っていけねえよ、お前ら。どうせこの負の連鎖やめてくれるんだよ。どうすればお前らまともに生活してくれるんだよ。聞こえてるか？頼むよ。これはもうあれだぞ、言っとくけど犯罪だからな。捕まるぞ。捕まったお前な、前言ったら前科がつくんだぞ。軽く考えてるけどな、親御さん、親戚、みんな悲しむぞ。前科者の子供なんかいらねえだろう。もう実証お前ダメだぞ。前科つくと仕事も探してもダメだし、アルバイトやってもとにかくまともな仕事に就けないよ。構わないって？構わないわけねえだろう。お前何のために生まれてたんだよ。そんなことをやるために生まれてたのか？違うだろう。いろんなことをやろうと思って、夢もいっぱい持って、夢を持って志もいっぱい持ってな、親から生まれてきたんだろう。それは何だろう、こんなことで、こんな些細なくだらないことで全部潰してんのか。おい、もったいねえな。先がねえやつならいいけどな、お前らみたいに先回って格好のいいあんちゃん、もったいない。このまんま薄漏れてしまうにはもったいないだろう。頼むよ。どうもこの間も散々土下座までやったんだから、やってくれよ。俺は土下座なんてめったやらないんだから、土下座までしてお願いします。本当にこれ止めてくださいってお願いしたにもかかわらず、またあの子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 タケノコみたいにまた出てきてる。キリトレモン100円、お前ら100円もねえのか。100円ないんだったら記録神様が100円出してやるから買ってこい。そんな金でガタガタ言われて前科つけられるんだったら100円やるよ。持ってけどよ。こんなもんクソでもねえよ、本当に。わかったか？やめろよな。やめろ、そういうことだ、そういうこと、そういうことだけやめろ。まともに生きろ。頼む。キリレモン。
じゃあ。